はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、買ってきたものをご紹介したいと思います。まずはね、ジャンプショップ行ってきました。はい、そちらで購入したのが、購入っていうのかな、はい、こちらワンピの実、はい、またやってきました。はい、ガチャガチャですね。ワンピの実を1回、2回、3回、4回、はい、4回やってきました。はい、こちらね、何が出たかっていうのをね、今開封してお見せしたいと思います。はい、ではね、1個目、こちら開封したいと思います。はい、出てきたのはキャプテンキット。キャプテンキットが出ましたね。ではこちら組み立てちゃいたいと思います。はい、キャプテンキット、いや、これちっちゃいのによくできてるな。ルフィもよくできてたけど、キャプテンキットもいいね。いや、細かいね、作りも。いや、これは素晴らしい。うん、はい、ただね、台座がね、一番下の段につけても足が浮くんですよ。これは仕様ですかね。はい、次に開けたるはこちら。はい、キャプテンキット。キャプテンキットがダブりましたね。はい、はい、次こちら。はい、じゃん。はい、おでん、おでんが出ましたね。これも組み立てちゃいたいと思います。はい、おでんはこちら。めっちゃよくできてる。ちっちゃいのによくできてんな。細かいとこまで再現度高い。いや、すごいな。ちゃんとここにね、三日月の門が入ってるんですよ。いや、すげえ。ふんどしも見えてるからね。で、下駄、頭の平べったいこと、平べったいこと。これなんかついてるけど取れねえな。ついてんじゃねえ、傷か。で、おでんはね、一番上でぴったりですね。うん、いや、このおでんはできいいな、素晴らしい。はい、はい、次はね、こちら。はい、波が出ましたね。はい、こちらも組み立てちゃいたいと思います。はい、波はこちら。すっごいよくできてるな。めっちゃディフォルムされた波、めっちゃ再現度高い。いや、すごいな、このシリーズマジすごいわ。ちっちゃいのに。いや、素晴らしい。波はね、一番下の段でちょうどですね。うん、いや、めっちゃできいいな。はい、という以上なんですけれども、ますますこのキットのこの足の浮きが気になってしょうがない。これ以上下げられないからね。下げれた、一番下まで下げてなかった。何をしとんだ。ただ単に一番下まで下げてなかっただけっていうね。ぴったりやないかい。というね、ワンピの実なんですけれども、
まあ、自分としてはね、やっぱりね、やっぱり今回で言ったらローかヤマト、ヤマト狙いで、まあ、一番狙いはヤマトだったんですよ、ルフィはもう前回出したんでヤマト狙いだったんですけど、ヤマト出なかったね、まあ、もうちょっと突っ込めば出たかもしれないけど、まあ、そう言っちゃったらね、もうプライスレスになっちゃうんでね、はい、まあ、今回はちょっと、断念、はい、で今回はねもう一つちょっと有名店マンダラケ、はい、そちら行ってきまして購入してきたもの、はい、それがこちら、じゃじゃん、ジャンプ、まんまジャンプです、はい、ジャンプの1988年25号、なぜこれかって言ったらね、もう見ての通りろくでなしブルース新連載、はい、ろくでなしブルースの連載号だったんですよ、はい、だったので買っちゃいましたね。一応ね自分ね新連載号を集めてるんで、これもやっぱね手に入れておかないとということで、まあ、価格はね、はい、1500円、まあ、これを高いと取るか安いと取るかはまあ人それぞれということでね、まあ、私は安いと受け取って買いました、はい、まあ、状態も良さそうだったんでね、まあ、一応なんかパーッと見てみましょうか、はい、はい、ではね1ページ目をめくってね、早速マイク・タイソンがね出てきますね。懐かしいな、もうこういうね広告もすごい懐かしい広告ですよね。こんなのあったんだ、あ全然覚えてない、昔のローソン、もう見開き連載ですね、いいね、当時のねこういうプレゼント企画とかも懐かしい商品がいっぱいありますね。キョンシーですよ、キョンシー時代、キョンシー全部今日ほぼキョンシーやないかい、ボードゲームもそうだし、でもこっちは PC エンジンですね、広告で、おっとっとのねこのトンネルズが若い、めっちゃ若い懐かしいね、でまあこうやってね、でドラゴンボール、ドラゴンボールはどこ編だこれ、あ天下一武道会編だね、ジャッキー・チョンが出てるんで、はい、シェン、ちょうどジャッキー・チュンが神様だと分かるところかな、はい、いやすごい、でセイント・セイヤはこれは海王ポセイドン編ですね、木垣男塾もまだ連載中、でジョジョはねまだ、これはジョセフかな、パート2だからジョセフか、ここにパート2ってなってる、北斗の剣がまだ連載中ですね、
といったね、すごい懐かしい一冊、随分状態がいいので取ってありましたね、持ち主、うん、これは買ってよかった、はい、懐かしさに浸れる一冊。次ご紹介するのはね、あの買ってきたものじゃなくてもう購入して届いたものなんですけれども、こちらをご紹介したいと思います。はい、じゃん、はい、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人4の孫悟空フィギュアーズ、はい、こちらね自分予約してて、で今日届いたんですけれどもね、はいはい、まあ、パッケージはこんな感じで、はい、これはねすいませんが次回開封したいと思います。はい、という感じでね、今回は購入してきたもの、はい、そちらをねご紹介させていただきました。今後もねどんどんと開封紹介レビューしていきますんで、ぜひこの機会にねチャンネル登録よろしくお願いします。では次回はねこちらのドラゴンボールスーパーサイヤ人4の悟空をご紹介したいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。